クンワル・シング・クンワル・シングは、北インドのビハール地方、ジャグディー・シュプルのザミー・ダンダール。80歳の時に、インド大反乱に参加し、ビハール地方での反乱軍を指揮し、イギリスと果敢に戦ったものの敗れて戦死した。死後、大反乱の英雄の一人に劣せられている。1777年11月、クンワル・シングは、 ビファールのジャグディーシュプリを支配したザミンダールの息子として生まれた。その家系は遡ると、ウッチャインのラージプートに属するものであった。時期は不明ながら、クンワール・シングは、ガヤーの裕なザミンダール・ファテーナ・ナーラーヤン・シングの娘と結婚した。この人物の祖先は、メイワール王国の英雄プラタップ・シングに遡る。クンワール・シングと、停戦1857年5月。 インド大反乱が勃発すると、クンワルシングは80歳の老齢にもかかわらず、イギリス打倒に立ち上がった。彼は、ビハール地方の反乱軍を指揮し、シバージーのようにゲリラ戦を展開し、イギリス軍を大いに苦しめた。クンワルシングは、ビハール各地を転戦していたが、1857年12月には、ラクナウに到着し、1858年3月まで、 反乱軍と共に戦った。ラクナウ観落後、同月にはアーザムガルを占領した。だが、イギリスによってアーザムガルは奪還され、クンワルシングは本拠地ジャグディー・ジュプルへと帰還した。1858年4月23日、クンワルシングはジャグディー・ジュプルに攻撃をかけたイギリス軍と戦いで重傷を負った。この結果、ジャグディー・ジュプルは、 イギリスに占拠された。クンワル・シングは、ジャグディ・シュプルの宮殿に避難したが、同月26日に死亡した。だが、クンワル・シングの戦いは、後世の人々に受け継がれ、後のインド独立運動の原動力となった。インド独立後、1966年4月23日に、彼の切手が発行されたばかりか、1992年には、 ビールワール・シング大学設立された。ありがとうございます。